なんとこちらがラベルプリンターでございます。超おしゃれでめちゃくちゃ軽くてコンパクト、テープも入っていてすぐ使えます。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでモバイバルラベルプリンターでございます。ありがとうございます。はい、というわけで初ジャンルでございます。 D50 を紹介していきたいと思います。まずパッケージですね。白で統一されためちゃくちゃオシャンティーな箱でございます。では開けます。はい、いやーほんと今の時代はすごいな。こんなにちっちゃいラベルプリンター、時代の進化はすごい。現在2023年、こんなにちっちゃくなりました。ここですね。はい、見てみましょう。はい、こちらが本体でございます。下は滑り止めがついております。そしてここがテープカッターで、ここが蓋が開くところ。オープン。おー、はい。でここが電源ボタンで、中に入っていますのが取扱説明書、英語と日本語のページはこちらでございます。こういったイラスト付きで分かりやすく書いております。他の付属品は USB のみでございます。とてもシンプルな商品内容となっております。はい、で今回のトピックさんですけども、1、超小型で持ち運び楽々、2、作れるラベルはこんな感じ、3、エンディングとなっております。シンプルにいきます。では初めに1番、超小型で持ち運び楽々というわけで、手のひらに乗っかるぐらいのこの小さな小型な感じ、ここが USB 端子で、こちらで充電します。とてもシンプルで持ち運びが楽々、自宅で重たいものをカバンに入れるのではなくて、ポケットには入らないにせよ、ラベルプリンターを使いたいっていう友人がいたら、家族がいたら、これを持っていけば作れますぜと、場所も取らずともいいと思います。そして軽さ、とても軽いです。でこちらなんですけども、スマートフォンがなければ使えませんのでご注意ください。文字入力もスマートフォンで打った文字をこちらに Bluetooth 転送してデータを送り込んでから印刷します。テープカッターなんですけども、こちらにハサミマークがついておりまして、こちらを押すことによって切ることができます。あー、なるほど、ここね結構押し込みます。で中を開けると押し込んでも出ないんですけど、ここガチャッとならない限りは押し込めない仕様となっております。お子様がいる方でも手を切ることがない、安全面に工夫した商品となっております。はい、そしてこの触り心地なんですけども、ちょっと映像では伝わりにくいかと思いますけども、めちゃくちゃツルツルです。この角度を動かすことによって照明の反射がね、いい感じに光沢感が出ていて、とてもいいです。2つ目、作れるラベルはこんな感じ。というわけで、この後、この小ささだったら、例えば滲むのとか、そういった部分も含めて見ていきたいと思います。商品紹介には、より大きい、鮮明なフォントということで、この部分も含めて見ていきたいと思います。ラベルはですね、6層の保護ラベル、通常の感熱ラベルよりも、耐候性、耐寒性、耐熱性に優れ、こちらにも強くなっております。このアプリにはですね、より無料で使える多くのアイコンとテンプレートがございます。またフォントは30種類。しかもなんと常に更新をされていきます。では早速こちら起動していきたいと思います。電源ボタンです。長押し。ラベルの紙が入ってますね。これ出します。で、テープがついておりますので、剥がします。ここがですね、16、20と書かれてますので、これによってテープのサイズを埋めることができます。で、あとここですね、ここでも縮めることができます。入れますと。そして、緑になりました。テープカッター、ここで、とすると、はい、切れます。では、すぐ使えますので、ただ、これ単体だと、ただシールを切るだけの機械になりますので、アプリをインストールしていきたいと思います。はい、画録します。はい、取説に書いているアプリを入れていきます。iPhone、Android でもできますし、検索に、ペイントマスターと、はい、というわけで来ました。ペイントマスター。では開いていきたいと思います。お、日本語になってる。ありがとうございます。では今すぐ接続。お、プリンターマスターが Bluetooth の使用を求めています。では求めていきたいと思います。 OK と使用、あ、出ました。こちらでございます。プリンターに接続中。いやー、今の家電ってすごいよな。だってこれ繋がってないんだよ。コードないのに Bluetooth で繋がるんだよ。すげーよな。ライトモード、作成モード、ライトモード、はい、クリック入力、カウトクラボ、どっちの、おーおー、ではコード繋がっていない状態で印刷ボタンを押していきたいと思います。では行きます。初ラベリングオン。
ちょっとずれてますけど、監督ラボ。ペリペリと。こういう感じでございます。はい、監督ラボ。ちょっといろいろと作っていきたいと思います。今ライトモードやったので、次作成モードやっていきたいと思います。こういった飴とかフルーツ、みかん、リンゴ、そのまま野菜、おお、あ、こういう感じでラベリングができるというわけで、日付印刷、あ、洗濯物の日付を、おお、監督ラボいきます。はい、あ、今日、お、今回はちょうどいいよ、いい感じで真ん中に来ました。普段使いしてるメガネケースさんで、こんな感じです。イラスト系もやっていきたいと思います。アイコン、おー、あ、いろいろあるのね。あー、いいですね。これは子供喜ぶよ。あー、わかりやすいわかりやすい。あー、食べ物いいですね。クマ、あ、イラストか。あー、クマとかイラストとか。おー、スポーツ、日常、フットワーク。あー、いろいろあっていいですね。あ、ちょっとこの顔印刷。お、はいはい、あー、受け、エクセル？あ、エクセルファイルもインポートして持ってこれるんだ。すげーな。ああ、線も、画像、ああ、で、ナビ。はい。ちょっと画質悪いかな、これ。バック、お、漫画。あ、いいですね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 。あ、クジラ、なんか最近クジラにハマってんだよね。このような形作ってみましたので、やってみたいと思います。印刷。さあさあ、どんな感じで出てんでしょうか？はい。おー、あー、なるほどなるほど。写真だとさすがにね、画像がね、かなり粗いんですけども、イラストはやっぱり綺麗にできますね。あとなんだろう、実際に監督を今すぐ使うものとしては、こういった形でなんか物をこうやってパッキングしてるんですけども、例えばこれよく見てもわかんないんですよ。これは確かこのガトキンで使ったスマホの防水ケースなので、作っていきたいと思います。防水、あっ、ちょっと、こいつをこういう感じで、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、これでこうして OK。 こんな感じでできましたので、こちらを印刷していきたいと思います。できました。防水スマホケース、ここに貼れば、はい、わかりやすい。パッキングされてるものがあって、意外とね、パパッと見ても なんだっけって思うのがあるので、家電のね、パーツとかね、いろんなものをこれでちょっとね、作ってやっていきたいと思います。ご自宅やオフィスでのラベリング、ファイルやアイテム整理のラベリング、食品の瓶とかにも使えるラベリング、超軽量ラベルプリンターでございます。めちゃくちゃおすすめでございます。はい、超おしゃれでめちゃくちゃ軽くてコンパクト、持っていくこともできます。こちら購入するだけでテープも入っていてすぐ使えます。はい、というわけで監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。で、ここに置いて、こう閉めて、そしてモバイバルプリ、ラベル、プリン、もう次の、あ、すいません、ま、場所間違えました。これは、あ、間違えた、間違えた、あ、あ、ちょ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 、印刷完了。え、出てこないね。不器用、不器用だよ。